水曜日夜7時になりました。ユーストリーム86 TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリード86ロケットです。よろしくお願いします。ごめん、ごめん、ちょっと名前間違った。もう一回ごめん、ごめん、ちょっとフレッシュな、ごめん、フレッシュな、ごめん、ちょっと低くて見えなくてごめんなさい。低くて見えない、フレッシュじゃないのがさ、いるのにさ、確かに。ごめん、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 はい、私たち夢に向かってリードを8時ロケットです。イエーイ。さあ、今夜も8時まで私たち8ロケにお付き合いください。サイン。はい、それではタイトルコール彼女お願いします。はい、じゃあみんなで行きましょう。はちみつロケットの8時まで8ロケドーン。イエーイ。はい、改めましてこんばんは。友達がちゃんとできました。今週も MC です、アメミヤカノンです。よろしくお願いします。イエーイ。おめでとう。おめでとう。はい、友達初日からいました。はい、今週のね、八ロケの仕切りはお任せください。今夜はモリリンがね、スケジュールの都合上お休みなので、はい、私が MC しちゃいます。お願いします。よろしくお願いします。というわけでね、今夜も素敵なうるさいガイたちです。さあ、自己紹介お願いしますよ。はい、教室に着いてからスクバ忘れたことに気がついた。すごいね。やばい、びっくりした。ガヤ一番ミフです。よろしくお願いします。イエーイ。めっちゃびっくりした。すごいね。すごいね。久々だよ。はい、変化あり、スクバも忘れるんだね。はい、一回も忘れ物をしたことがありません。土曜日はハリマリーナです。よろしくお願いします。すごいね、私のあだ名だって忘れ物女王だからね。いいあだ名だね。ぴったりじゃん。次のなんかあるかな。うん、はい、ガイア3番、ここ2年生、教室で、なんか、教室を間違えたんです。1年生の教室に行こうとしちゃって、なんか何もなかったように通り過ぎました。キミのマイカです。よろしくお願いします。イエーイ。そうも違うのにね。なんかあるあるだね。はーい、ガヤ4番塚本空です。そうですね、私はあれです、駅のベンチとかあるじゃないですか、うん、駅のベンチでちょっと長話したらそのままスクバを置いて帰りました。塚本空です。なんか大丈夫、そのままスクバを置いて、で全部忘れたの。なんか友達と、うん、めっちゃ面白いって思ったら持ってなくないかな。うわー。気をつけましょう、みんな。はい、気をつけちゃった。一回だけですよ。一回一回ね。まあね、なんかさっきの挨拶間違えたり、八ロケフレッシュとかね、騒いでる人たちがいるようなんですが、はい、やっぱりこのコンビがね、いると締まるというか、いい感じにね、やっぱいい感じになるじゃないですか。そうやっぱチーム JD ですね。JD だな、やっぱ JD だな。JD だな。JD じゃなくて若いフィニッシュだから。ね、それはさ、ね、大丈夫？大丈夫。全国の JD。違う違う、行きました？あれ、5000万人減っちゃうの？違う違う。この2人に向けて行っただけであって、別に大学生の皆さんは今頭皮マッサージしてあげる。頭がね、混乱してるかなと思って。まあね、そんなさ、そんな私たちなんですけども、4月の中旬ですよ。そうですね。はい、だからさ、番組を見ている皆さんももう新生活始まったんじゃないですかね。ですね。じゃあみんなどんな感じ新生活？私？みゆちゃん？うん、私？どうじゃん。でもさ、LJK からね。そうだよ。どんな感じ、こんな感じ、うん、最後の高校生活を送りたいの？私、この今小中高で学生12年目じゃないですか。で、このね、今までの11年間で、新学期で一番最初に席が近かった人と親密になれないジンクス持ってるんですよ。なんで？そう、なんかよくわかんないけど、一番仲良くなりやすくなる。ね、なりやすいよね。はじめましてっていうのがその子なはずなのに、うん、気がつくとその親友とか、いつめんとかがすごい遠い席だった子とか、他のクラスだった子とかなんですけど、今年初めて1年生の頃から一緒に踊ったりとか、うん、してたり、一面の仲のいい子が私の斜め前にいて、それ幸せ、って思ったら、その子の友達が私の隣なの。だからこう3人固まって、いいね、初めてなのよ。
スだと思ってたことを詳しく発表したいなって思った。それいいね。めっちゃ嬉しい。席って大事だよね。大事ですね。びっくりしました。ね、うん、で私に聞いて誰か絶対そらちゃんは私ね、うん、すごいなんかいつも一緒に帰ってる子がいるんだけど、うん、あの4人ぐらいで、うん、でもなんかその日はすごいなんか一人一緒になんか違うクラスだったんだけど、うん、なんかその子も一緒に帰っていいって言われたから一緒に帰ろうと思って、うん、で仲良くなりたかったの私は、うん、でなんかあのこの前の1個前の88でなんか、うん、なんか新しい友達と仲良くするにはみたいな、なんかあそういうあのアマデラのお題があったんですよ。あったね。それにハリマがなんかボディタッチって書いてたの思い出してで私なんか、ね、すごい仲良くなりたいからボディタッチしようと思ってでなんかすいません握手しませんかって言ったの。行けない。そう、ナイスナイス、頑張った私なりに人見知りなりに、で握手しませんかって言ったら、うん、すごい勢いで大丈夫ですショックだ。やっぱりさ、そこはボディタッチだけじゃなくてナイスって言わないと。今までだよね。ナイスって言って、そうナイスって言ってやればよかったんだよ。そう、ちょっとそれがね、ちょっと私新学期生活友達作り頑張ろうと思います。頑張ってマッサージしてあげる。さあね、友達に、いや、私塚本さんって。あー、友達になりたい。本当思った、今思った。マッサージをしてあげて、ね、今度から私頭皮マッサージして仲良くなるわ。いいと思う。いいと思う。ありがとう。強烈だな。ね、すごいね。初日から強烈だね。すごいね。二人はどう？私、私はなんか聞いて仲いい子となったの。クラスが一緒だったの。すごいね。で、仲いい子が4人いるんだけど、うん、そのうちの私含めて3人が出席番号がダダダって一緒なの。そこなの？そう。羨ましいね。いいね。出席だけ離れてるの。あー、うん、悲しいね。そう、でも私じゃないから大丈夫。最悪最悪今見てました、ブラッサー。最悪最悪なんで、怖いじゃん、怖いじゃん。ちょっとハリバ頭皮マッサージで。そう、キミちゃんは仲良くしてます、ちゃんと。キミちゃんはね、あのね、うん、3年間クラス替えがないの。あ、そうなの。だから、そう、でもなんか新学期だから、うん、あの番号順に席は戻るわけよ、最初は。でも、ね、君のもあの番号 の、うん、あの前と後ろの子がめっちゃ仲いい子で、でその折り返し地点の子もなんか仲いいの、うん、そうだから、全然どこの席でも大体仲良くはなれるから、まあ嬉しいの。クラス替えないとさ、なんか仲も深まるから逆にいいのかなって思ってる。不安だよね。確かに。新生活はね。でもさ、そう、きっとみんなも不安だと思うんですよ、見てる。うん、だからさ、ここで私たちが一緒に頑張ろうっていうエールを送るのどうですか？いいね。だから推しからさ、頑張ろうって言ったら頑張りたくなっちゃうじゃないですか。うん、そうですよ。そうだよ。ね、だからみんな一人ずつ、エール送っちゃおう。ロケットに。じゃないの。じゃあカメラの前だね。そうだね、カメラの前に。はい、誰から言っちゃう？じゃあ花山さんが聞きたいと思った人から。お、あ、私が指名ね、オッケー。しゅーちゃんの指名です。じゃあ、キミの前か。おお、おお、お、はい。新しいことで慣れないこともあるかもだけど、キミのと一緒に頑張ろう。チキミの時より可愛い。これはチキミの時より全然可愛いよ。チキミの時にできるようにしてから頑張れ頑張れ。はい、頑張りました。次、はい、ハリマ。はい。これからの新生活は自分で道を切り開いてね、行かなければ。パンダから終わりです。パンダから。待って。ありがとうございました。ハリマになったつもりで一緒に頑張ろう。なりたくない。なりたくない。なりたくない。ハリマ、ハリマ、ハリマにも仲いい子いたんだね。よかったな。待って待って、誰誰。私も見たそれ。待って、気のせいかもよって。誰ちょっと書いたの。最高。気のせいじゃないから。ちゃんと仲いいから。そう思ってだけで、相手はそう思ってないかもしれない。え、怖い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 。そんなこと現実を突きつけちゃダメだよ。ここはパラレルワールド。パラ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 。何言っちゃってる。はい。新生活になって不安なことだったり困っ、ね、ちょっとみゆちゃんが喋ってるよ。ちょっと申し訳ない申し訳ない見本したらすいません。ね、このハプニングがあったりね、大変だと思うけど、大変なことがあったら私がハッピーを送るので、頑張ってね、ファイトー、おー、イエーイ、頑張れー、応援に
のごとくあのフレームアウトしてましたね。あれ本当お得意の。あれ PV お得意の。はい。じゃあ、チコちゃん、チコちゃん、チコちゃん。はい、こんにちは。私は塚本空です。はい、皆さん新生活ってやっぱり緊張しますよね。わかります、その気持ち。あの、私も本当に人見知りなんでわかるんですけども、やはり新生活といえば春といえばやっぱりその何ですか、虫が痒くなる時期じゃないですか。わかりますか。そのだからやっぱりその虫のようなそのガツガツした気持ちで、そのやっぱ皆さんに話しかけてね、やっぱ友達が一番、友達がね、私も友達が欲しいから、やっぱり友達一番でね、皆さん緊張すると思いますが、私がしっかりと応援していますので、皆さん頑張ってください。選挙どうしたの。何の選挙。待って頑張ってください。ファイト。ありがとうございます。なんかすごかったね。虫のようなね、厚かましさで。そう、厚かましさね。いつも近寄って。じゃあ私が行きます。何なの、もうどうしよう。はい、皆さん、こんな雨宮でも友達できたし、あのね、新生活ってすごいいろんな不安があると思うんですよ。なんかもうストレスが溜まりまくると思うんですけど、そういう時はね、こう八ロケのことを思い出して、八ロケのライブに遊びに来て、もうね、ライブに来て、あ、頑張ろうって思えるような応援ができるように、私たちも頑張るから、みんなも頑張ろうね。イエーイ、頑張りましょう。頑張れる。なんで私落ちたんだろうな。ほんと、よっよっ、友達作り得意なんで、わっ調子に乗って。あのですね、新生活わかります。本当に私も人見知りなんですよ。嘘つけ。え、ほんとだよ。さっき予想力が入ってない。そう、でも振り返ってみたの、小中高って今までの、なんかね、寄ってきてんです。私なんか虫が胸空じゃない。でもなんかでもね、大事なんですよ、自分から放つオーラ、それが大事なんです。人を呼びつけるオーラが大事だと思います。だからみんなのこと私は応援します。フレーフレーみんな、はい、友達できます、これで。ありがとうございます。りょうさん、なんかさっき初日から遅刻してたね。いや、そんなに、あの、道じゃないね、教室をちょっと探し回ってて分かんなくなっちゃったんですよ。遅刻には間に合ってたんですよ。でもちょっと間に合ってたらちょっと遅れちゃいしまったら目立っちゃったっていう、目立ったら話しかけてもらえたっていう。はい、注目したちからの新生活へ向けての応援メッセージは届いたでしょうか。はい。でもね、今日さ、モリリンになるじゃん。そうだね。だから、じゃあハリマ、ちょっと、あ、モリリンになりきってさ。そうだよ、モリリン。モリリン推しが寂しがっちゃうじゃん。そうそうそう。モリ推し、聞こえる？いやいや、モリリンパワーよ、モリリンパワーよ。モリ推し、聞こえる？フレマーズ。青葉は、一軍だから、みんな寄ってくるの。だから、みんなも、一軍になればいいんだよ。そうやって、私みたいに言いたいこと言えばいいんだと思う。口しか映ってない。やっぱ、モリリンだからさ、やっぱ、こういうの意識した方がいいと思う。だから、みんなも、私になればいいんだよ。分かった？これさ、絶対モリリン見てて。怒られる。後で携帯チェックしな。モリリンから連絡めっちゃ来てるよ。怖い怖い。何言ってんの？あの、モリリン推しよりもモリリンに怒られると思う。そうだよ。じゃあちょっと最後は可愛くいきますね。みんな頑張ってね。ハリマよ。なんで前歯じゃないの？ハリマや。以上、モリアマでした。ありがとうございました。モリリン見てるかな。ね、エール？見てる？あ、ね、私たちのエール届きましたか？うん、届いた。頑張れるね。でもさ、はい、やっぱ一番のエールはやっぱり私たちのライブでありたいじゃないですか。そうやな。ということでですね、ここで改めてハチミツロケットのライブ情報をお伝えしたいと思います。じゃあハリマお願いします。はい、行きまーす。またハリマさん。なんでハリマの方なんか今日ハリマでしゃばり、人生見てた。え、そんなそんなに。いや、言うて先週つかちゃんでしゃばりだったよ。ですよ。じゃあまずは、まずは皆さんにご挨拶をさせていただきます。なんでやねん。恒例なんでね、やっぱりハリマレナと言ったらこの挨拶でしょっていうのを染み付けていきたいと思うので、いきたいと思います。はい、全国5000万人のハリマ推しの皆さん、こんばんは。最近ね、お花見が流行っておりますが、花より団子と言いますよね。ですが、団子
より播磨なんですよ。意味がわからんわ。いや、わかる？この丸顔から、まあ、団子が予想できるかもしれないけど、団子より、じゃあ団子になる？一緒に。なっちゃん真ん中行っちゃうよ、君の。ちょっと遠慮しとこうかな。まあ、団子より播磨なんですよ。そう、つまり、お花見よりも、播磨見をすれば、春、爛漫な気分が味わえちゃうんです。播磨って何ですか？だから、播磨を見て、まあ、食べ物を食べれても、よく、なんで、美味しいです。播磨を見ながら、まあ、ご飯を食べてもいいですし、まあ、播磨を思いながら寝てもいいですし、スリーピングね、スリーピングしてもいいですし、まあ、播磨を思いながら、電車とか移動してもらって、まあ、そうすれば、桜は行かないとダメじゃないですか。すいません、これ何のコーナーですか？すいません、パーさんに来てくれました。すいません、ちょっとすいません、ちょっと前置きが長かったみたいですね。それでは、元気に今週も行っちゃいましょう。播磨玲奈の一旦コマーシャルでーす。イエーイ。前振りなの。いや、前振りっていうのは大事なんですよ。いや、違うんです。話と話っていうのは点と点なんですよ。それを線で繋がなきゃいけないんです。お願いします。はい、それでは皆さんの元気の源、はちみつロケットのライブ情報を播磨玲奈が元気よくお伝えしていきたいと思います。お願いします。はい、まずは4月26日、じゃん、スタプラ定期公演に、はちみつロケットがいよいよ出演させていただきます。はい、日にちは4月26日木曜日、場所はおなじみ秋葉カルチャーズ劇場さんです。イエーイ。はい、秋葉です。秋葉ということで、秋葉ならではの秋葉でしか見れない秋葉らしいライブとなっております。はい、やっぱ秋葉をね、やっぱ強調していかないと。そうやな、ここでしか見れない。そうなんです。で、時間が19時開演なので、平日なんですが、まあ、お時間の都合のつく方はぜひ皆さん来てください。さい。はい、チケットなんですが、明日、会場のね、この会場の会員の方は、明日販売が開始されていまして、月曜日に一般の1時が、開始されるということで、まあ、詳しくははちみつロケットのホームページをご覧ください。さい。はい、そしてまだまだあるんですよ。じゃん、はちみつロケットと HMV さんのメジャーデビュー記念、プレミアムキャンペーンとしてスペシャルライブが東名阪であります。イエーイ。はい、5月12日は大阪、モリリンの誕生日ですね。そして5月13日名古屋はカバー曲やっちゃうかも。で、そして5月19日東京、新曲聴けちゃうかもという、まあ、様々なとても素晴らしい内容がこもったライブとなっております。はい、皆さん応募してくれましたか？したよ。したよ。ありがとう、みんな待ってね。はい、ご応募本当にありがとうございます。皆様が、心地よく当たるように、播磨玲奈は心から願っております。願っております。当たりますように。はい、続きまして、続いてのコーナーに参りたいと思います。週刊播磨ニュース。イエーイ。播磨長いってきてるよ。長いよ。週刊取りすぎじゃない？だから長い、まあ、反対語ってあるじゃん。早くしてください。すいません。はい、播磨玲奈の、今週に起きた三大ニュースを皆さんね、聞きたいと思うので、お伝えしていきたいと思います。まずは第3位、じゃじゃん、まつげが伸びた気がする。イエーイ。あれ、ちょっと待って、反応してない。伸びてないです。嘘のニュースだよ。伸びた。伸びた証拠教えてあげようか。今日はエイプリルフルじゃないんだよ。待って、大きくなった。あ、忘れてたとか、そんなこと言わないから、私言わないから。今の違う、本当だ。なんでドリツンコミで、ドリツンコミいきなり来たよ。そう言われたでしょ。そう、照明があって、まつげが目に入るようになったんです。これは伸びたって証拠でしょ。ただただ抜けただけだわ。あ、そういうこと、減ってってるって感じ。好きだよ。まあ、ちょっと これ以上話を広げると私のメンタルがもっとないで。そう、いきます。第2位、じゃん、友達ができた。おお。そう、私、
友達に話しかけたんです。顔見知りでも何でもない人に頑張って、うん、そしたら友達が10人ぐらいできたんです。でも今話してるの 4,5 人なんですよ。だから連絡先だけ公開しててあんま話してないんですね。じゃあ頑張ろう、ハリマ。でも友達ができました、イエーイ。そして気になる第1位はじゃん、初一人カラオケ、イエーイ。一人で行きましたカラオケ。何言ったの？ハチミツロケットに決まってるでしょ。なんでだった？なんでだった？ちょっとちょっとまあテスは言えないんですけど、うん、まあかなり音程が外れましたね。ちょっと一人で歌ってみて、マジきちゅうから本当に。しかもね、なんか夏太陽の下も音程がついてるの。全部外れた、自分のところも外れたの。それは無理だ。全部外れたの。まあ、ぜひ、はい、皆さんカラオケボックスにですね、2曲入っておりますので、黄金の七人とおかしな私の蜂蜜の君、ぜひ皆さん10回でも何十回でも歌っていただいてよろしくお願いします。はい、以上ハリマレーナの一旦コマーシャルでした。イエーイ、また来週。はい、どうした？どうした？ハリマさ、このコーナーハチロケの告知のコーナーなんですよ。別にハリマのコーナーじゃないんだけど。え、どういうこと？だってハリマレーナの一旦コマーシャルってハリマレーナのコマーシャルってさ、短いじゃん。そうだよ。コマーシャルって長い分だけ嬉しいじゃん。ちょっとだからこれどうします？どうするリーダー？まあまあ様子を見てね。ちょっとまあ今日もギリギリのとこですが、あまりに調子乗るようでしたらもうプチッとね、私のね権限で潰せるんで。よっしゃー、カロンちゃん、よろしくお願いします。もうリーダーのね、リーダーに通りませんね。そう、通りませんね。もうお願いします。良ければ私がコーナーにしていただいて。もうリーダーはすごいですね。絶大っすね。いや、ちょっとね、なんと今日500円持ってるんです。あれです。はい、はい、知らないでくれます。ね、とにかく初めてのライブもありますので、はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。待ってます。そして今夜はもう一つお知らせがあるんです。みほちゃんお願いします。はい、ハチロケ予報情報センターに登録をしている皆さん、あの極白女子の第2弾みふ編が明日12日木曜の夜8時に配信しちゃいまーす。イエイイエイイエイ。ありがとう。気になるタイトルは、ミフが部活のマネージャーになりきってあなたに告白しちゃいまーす。もう超キュンキュンですよ。皆さんぜひぜひ見てください。撮影してみてどうだった？撮影してみてね、本当にね、私がリアルでドキドキしました。そのね、内容自体が本当にね、すごい燃えるというか、なんか蜂のスタッフさんもね言ってたの、すごいねこの内容燃えるから、みゆ、あとはみゆちゃんの演技次第であって、本当にね、すごい気になる。すごい自分でハードル上げるじゃん。めっちゃハードル上げるやん。キュンキュン楽しみにしてますね。楽しみにしてますね。ラブレターも届くんでしょ。あ、そうだよ、モリリンやってたけど、モリアオバが超えたと思う。超えたと思いますか？モリリンの動画見ました。一番最後の言葉がすごい、うん、あー、かわいいってなったから。なんだっけ、なんかもう忘れちゃった。それはね、なんだっけ、なんだっけ、一番最後の言葉が、皆さんの秘密なんで、モリリン怒らないでちゃんと見てくれます。そう、まあね、そうだろう。え、あと告白女子のさ、ミフペディアとかある？あ、ミフペディア、見どころ的なものなんですけど、今回はね、私がその部活のマネージャーになりきって告白あなたにするんですけど、あなたは部活の部長さんなんですよ。で、その部活の帰り道にぬーっていう、高いのから、しほちゃんどうぞ。あ、そうなんですよ。実は告白女子第3弾花山翔平も
近日配信予定でございます。おー、私はですね、なになに、私はですね、なになに、カフェ店員でございます。すごい、それまたずいぶんおしゃれなものを。そうなんですよ、やっぱりおしゃれなんで。どんな感じだった？もうね、私が恥ずかしい、なんか恥ずかしいの、わかる、この気持ち、わかるよね、わかる、すっごい、なんかもう、ね、ってなっちゃうの、そう、ってなっちゃう、撮りたくない。待って、うちらネタあるかな、なんか、そうそう、しほちゃんカフェってめっちゃおしゃれじゃない、なんか、ね、なんかちょっと僕の分まで食べ過ぎちゃう彼女みたいな、そういう、そういう感じの方だったら結構メインなんでしょ、作る側なんだね、食べる側なんだろう、あの牛丼屋さんとかにしてくれる、美味しくいただいちゃったんですよ。何ですかみたいな、ね、どちらも配信が待ち遠しいですね。両方、情報センターへの無料会員登録はいつでも大歓迎です、はい、こちらの、ね、QR コードからアクセスしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今週最初のコーナーに参りましょう。キミちゃん、タイトルコールお願いします。はい、キミのマイカの目指せ磁気ピン無茶ぶりピンク、イエーイ。なんとなくかわいい、ピンク、かわいい。はい、このコーナーはですね、あのアーリンさんのような完璧なアイドルになるために、あらゆる無茶ぶりに可愛く対応して、磁気ピンの座を、磁気ピンの座をこの手で掴み取ろうというコーナーやっております。気になる今回の無茶ぶりのお題ですが、ザキさんが投稿してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の無茶ぶりは、本気で可愛く小島よしおさんのモノマネです。苦手分野から来ましたが、キミちゃんいかがですか。キミのこれ見たからね、これ投稿してるの見たからね。あー、やべー、待って、もしや来るかもって思ったら本当に来ちゃった。やべー。いや、頑張りますよ。結構気合入ってますよ。でもまあさ、こんなお題、このお題だからさ、キミちゃんの対戦相手は、うん、あの、あえてね、ちょっとバラエティー派じゃない方がいいと思うんですよ。なるほど。何ですか。うん、だから、みゆちゃん、パフォーマンス班同士だな。そうだね。あらたに言われた班。もう仲間割れですか。いや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 、違うよね。違う。じゃあ、楽しみにしてますよね。そうですね。パフォーマンス。はい、このコーナーは、キミちゃんが磁気ピンにふさわしい無茶ぶり対応をしたかどうかは、私たちハチロケメンバーが判定します。対戦相手となるみふうちゃんより可愛く、しかもアーリンさん並みのアイドルぶりをはっきりできていたかどうかと判断した場合、私たちがクリアの手を挙げさせていただきます。6人中4人がクリアの手を挙げればコーナー存続、クリアできなければコーナー終了ポイントが1つ増えます。おっ、6人中何人、このね、5人中3人か、あ、5人中だ、5人中3人だ。で、今日はモリリンがお休みだから4人、そう、5人中、5人中、5人中、3人です。はい、このね、なんだっけ、コーナー存続じゃなくなるポイントが5ポイント貯まったところで、キミちゃんのコーナーは終了となってしまいますので、気合を入れて頑張ってください。頑張ります。もうね、前回のように優しく、優しさはないですか。前回優しかったからね。ね。じゃあ、まずはみゆちゃん、やっぱやってもらいましょう。おっしゃい、頑張るぞ。私たちもね、カメラの向こう側に行っちゃおうかと思います。なるほど。言われてる側にね、なっちゃいけない。行っちゃうよ。行っちゃうよ。さあね、それでは、みゆちゃん、はい、いいですか、準備は。あー、準備、動きない。フレームアウトは気をつけて、はい、そうよ、アーリンはフレームアウトしない。そうですよ、頑張りますよ。さあ、それでは、世界一可愛い小島よしおさんのモノマネです。どうぞ。この前プリクラで口元隠してピースをしたら顔の認識されなかった。でもそんなの関係が、でもそんなの関係が、はい、おっぱっぴー。かわいい、しかもこれしっかりネタ考えてきてますよ。待って、実力を感じるよね。大丈夫だ、ピンク。キミさん、そんなの関係ねえから考えてたんですよ。それもね、ありだと思うよ。でも、まあ、そうだよね。でも、またみふいちゃんのがプラスポイントになってるんで、うん、これからどうなるか。私ちょっと心掴んだから、今、みふちゃん。そうですよ。そんなの関係にゃもいいよね。はい、ちょっと誰もいない状態になってるから、ね、私が行っちゃうよ、ほんとに。これで大丈夫ですか、じゃあさ。じゃあ、君のは、ネタじゃなくても、定番のところから行くので。はい。はい、じゃあ、いいですか、行きますよ、君ちゃん。じゃあ、君ちゃんの、
世界一可愛い小島よしおさんのモノマネどうぞ。そんなの君次第、そんなの君次第。はい、君ちゃん。ちねえ、これはわざとしてます。これは神飾りが飛びました。飛びましたねえ、かねえ、あれちょっと小道具使うのずるくない？やっぱりこれも君の前からアイドルだよね、アイドル性だよね。ねこれ何だじゃない？あれマッサージ？まあね、これははい、君ちゃんは君ちゃんましょうか。どうでしたか今の？いや自分的な、ちょっとさ、もうちょっと君ちゃん真面目にやった方がいいよ。真面目にやった。ちょっとさ、なんか私みたいになってるよ。似てるじゃん。それはちょっと頑張んなきゃな。ちょっと頑張ってみたけどな。君ちゃんとかやばい、やばいね。もう終わったなこれ。いやさあ、どうですかねこれ。それではメンバーの判定に行っちゃいましょうか。はい、無茶ぶりを見事クリアしたと思ったメンバーは手を挙げてください。どうぞ。あ、みんな終わりました。はい、あれ、ごめん、君のは入ってないのかな。ちょっと今回はね、みゆちゃんに心をつかめてしまいましたね、私たち。いや、すごかったよ、すごいよ。みゆちゃん、決めます。わー、時期いってるよ。そう、意外と時期紫じゃない、時期紫季節だからね、もう調整的なピンク、ピンク移動調整。いやー、まあね、パフォーマンス班の勝負はね、やっぱ、うん、そうですね、白くついちゃいましたからね、男らしいんだけど。いやいやいや、顔がね、顔がね、顔がね、違いってめっちゃ面白いだったね。まあね、まあ、じゃあ君ちゃんもうちょっとです。次回は頑張りましょう、ね、頑張りましょう、はい、はい、次回は頑張ってください。はい、君ちゃん、みずちゃん、ありがとうございました。以上、君のマイカの目指せ時期金無茶ぶりピンクでした。イエーイ。さあさあ、続いてのコーナーはかのちゃんのあのコーナーです。あまさん、お願いします。はい、あまさんがみんなの悩みをちょっとだけ解決、めみやかのんの駆け込みあまさんでは。イエーイ。さてさて、今週はね、はい、どのようなお悩みが届いてるんですかね。君野さん、読んでもらってもいいですか。はい、君野が読ませていただきます。はちみつロケントさんが投稿してくださったお悩みです。ありがとうございます。ありがとうございます。では読ませていただきます。はちロケの現場でなかなか友達ができません。はちロケの素晴らしさを語り合いたいので、どうしたら仲良くなれるかを教えてください、となるお悩みです。これは大丈夫ですか？ごめんなさい。大丈夫です。結構すごい音しましたが、大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、問題ないです。問題ないです。問題ない。うっかりしちゃったね。うっかりうっかり、うっかり、最後までね。ね、ハチロケ結構意外と人見知りのメンバーがね、そうなんですよ、多いからさ、この悩みは結構さ、はい、気になるよね。そうだね、気になるね。ところで、かのんちゃん、はい、お友達増えましたか？お友達増えたの。おー、言って。なんか授業の前にね、あの教室が分かんなくってどこだろうって迷ってたら、一緒に迷ってくれた子がいて、その子と仲良くなってご飯も一緒に食べた。でも今日はお昼一人だった。なんで一緒に食べる？一緒に食べに行こうかな。ね、まあちょっと不安な部分もあるんですけど、アマさんのね、言葉聞く前に私たちも答えちゃいますか？はい、はい、ですね。はい、じゃあ誰から行けますか？じゃあ出戦しよう今日は。はい、はい、じゃあ誰？私行きます。わー、友達作りが得意だ。得意だと思ってなかったんですけど、まあでもね、私はこう思います。仲良くなりたいオーラを醸し出す。わかる、それわかる。これすっごい大事だと思うの。なんか、あの、待つんですよ。私割と自分から動けないタイプなんで、ちょっと待つんですけど、それにも、そう、女は待つんですけど、まあでもそれにもあるんですよ、2パターン。自分から閉ざしてしまうパターンか、広げていくパターンかなんですよ。その、私は広げていくんです。とりあえず口角を少し上げといてください、常に。常に上げといてください。そしたら、本当に友達作りのプロね。なんか本当に友達って大事です。だからみんな微笑んでいこう、これから。そうするときっと友達できるよ。いやー、私は多分閉ざしてきたくなった。友達できる。分かってるんだよ。はい、次誰行きますか。はい。行きまーす。ハリマレードはこちら、じゃん。お友達になってくださいって言っちゃおう。恥ずかしい、なんで？ちょっと恥ずかしい。ちょっとしおちゃんとはもう
本当に正反対のタイプで、いや待ってても何も始まらない。おお、確かにでしょ。だからお友達になってくださいって片っ端から言ってけば、ハリマレーナみたいにね、ほら5人と10人話しかけて5人友達になったって言ったじゃん。半分じゃん。半分になったね。だからお友達になってくださいって言えば、まあ挨拶程度ね、挨拶程度ぐらいにはなれるから、でそっから自分からまた話しかけに行って、うーん、仲良くなってみよう、ね、頑張って以上でーす。でもなんかちょっと恥ずかしくない、友達になってくださいってさ、それ小学生の頃とかはさ友達になろうって言うけどさ、ね、いやなんか中学になるとちょっとなんかさ、中学高校大学となると恥ずかしいな、恥ずかしくなっちゃうよ、ね、私これで友達増やして、そんな私から素敵なアドバイスを。やっぱりね、うん、この八ロケ好きということで、うん、やっぱり八ロケのやっぱライブに来てもらってやっぱり仲良くなってもらおうと思って、おじゃん、ハニートランポリンのジャンプしてる時に話しかけてみる。これはライブ中ってすごい高度な技だね。そう、なんかでもなんかジャンプしてる時ってみんななんか楽しい気持ちになってるじゃないですか。だからなんかハーニーハーニー、なんか今日どうから来たんですかみたいな。なってます。そうでしょ。はいはいはい。なんか一にさ、はい、その話してる間私たちのことを見てほしいっていうのもある。そうだよ。でも、まあ、それもあるんだけど、でもやっぱ仲良くなりたいならやっぱそれぐらいのちょっとなんだろう、これくらいの勇気っていうか、ちょっと何言ってるか分かる、積極的に話しかけるし、でもなんかハニートランプジャンプしてる時ってなんか上がってるじゃないですか、うん、だからこの後一緒にご飯行きませんって言われたら、その流れだったら多分うんって言うと思うんですよ多分。あー、押せ押せ攻撃みたいな。確かに確かに。そうだからそういう感じでちょっとやってみてもいいんじゃないかなって思います。イエイ。ライブのアドネナリンをね、そうそうそう、ね、みんなに活用してもらって。はい、おあ次みなちゃん、はい、ちょっと、あ、いいよいいよ、じゃあいいよ、ちょっと、はい、失礼いたします。はい、私がおすすめなのはじゃじゃん、今後相手の気持ちになって考えられるような質問をする。あの、うん、何て言ったら、はい、今道徳の授業を受けてる気持ちだった。なんだろう、あのね、あのやっぱりこういうものってなんだろうな、その人によって愛の表現の仕方とか考え方って全然違うじゃないですか。だからなんか心理学で、なんだろう、心理学を学んでるのかな。なんかさ、やっぱりほらこういう話をしてると盛り上がってさ、パッて言ったことが実は相手の地雷だったりするじゃない。だからその一番最初に、そう私もやってるんですよ。あの推しとかもね、推しかぶりがいいね、一緒に語ろうって思う人もいれば、ちょっと嫉妬心があったりとかして嫌だなって思う人もいるじゃない。だから一番最初に、あの相手が嫌だってこと、それから盛り上がれるそうだなっていうこととかを最初に聞いちゃうのがいいと思ってます。あ、でもなんかさ、最初にさ、なんかその人が嫌じゃないことっていうか、うん、から話を広げるっていうのは大事だよね、うん、大事だね、うん、好きなことでね話して広がっていくからね、うん、ね、なるほどね、なるほど、じゃあどうした、なんだ、なんだ、聞かせていただきます。確かにハリマにお友達になってくださいって言っても嬉しくないもんな。とか最初知らない人は分かんないよ。そうで、私、ね、初対面に可愛いって言われるから。はい、じゃあキミの行かせていただきます。はい、キミのはじゃん、なんか推しかぶりっぽい人って大体分かるじゃないですか。で、推しかぶりの人にさりげなく隣に近づいて、推しかぶり、あ、なんか推しかわいいってなんかつぶやいたら、きっとその推しかぶりの人も、え、ほんとそれですよねみたいな感じで乗ってくれると思うの。絶対、だって推しのことが大好きじゃないですか、みんな愛してくれてるでしょ。で、だからなんか可愛いって言えば、なんかそう、え、可愛いですよね、ちょっとこの後ちょっと一緒に語りに行きませんって、その流れでいけると思うの、多分。だから私と同じってことだね。そうそうそう、空タイプ、空タイプ。そうだよ、私と大体同じだよね。そうそう、空じゃないからね。そう、一緒にしちゃいけないから。そう、ハニー、そう、ちょっとあれなんだけど、まあ空と同じ感じなんだけど、まあこれだったらなんかそんな、あ、嫌だなって思いもないし、なんかこのまま行こうぜ行こうぜみたいな仲良くなれると思います。わー、まああれだね、空中か地上かのね。え、そうか、空中か地上かの差ですね、うん、結構違うんだね、それ。あれ、あ、みんな行った、みんな行ったんだよ。はい、じゃあメンバーからいろんな意見が出ましたが、はちみつろけんとさんへ雨宮かのんが改めてお答えしましょう。心してお聞きください。はいはいはい、じゃん、
これを見ているロケッター仲良くしてあげて。わあ、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。一番正解だ。ジャロケットさんは多分人見知りだと思うんですよ。そう。多分自分から行くのも苦手なタイプだと思うんですよ。わかる。あんたじゃない。自分から行くから。だからみんなが。はちみつロケントさんに話しかけてあげてください。大事よ。待ってます。きっと待ってるよ。私も友達欲しいです。待ってます。はい、待ってると思うのでね、ぜひ仲良くしてあげてください。お願いします。お願いします。いや、これカノンちゃんから言われたらもうみんなね。そう、そうだよね。命令だからもう。命令だからもう。言い方はね。すごい、アマさんからありがたい言葉いただきましたね。うん、はちみつロケントさん、いかがでしたか。いかがでしたか、ね、そして海女さんからありがたい言葉をねいただきたい方、まだまだ募集しております。そうよ、はい、皆さん、はちみつロケットの公式ツイッターにハッシュタグ88ドン、ハッシュタグアマデラとつけてご応募ください。さいさいさい、アメミヤカノンがあなたのことを思ってお答えします。お悩みぜひ聞かせてください。お悩み、はい、お悩み、お悩み、待ってます。待ってます。待ってます。さあ、ここからは早くも存続が危ぶまれるあの新コーナーです。そんなコーナー、はい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 、そらちゃんどうぞ。はい、はい、塚本そらの塚本ドラマティックシアター。イエーイ。はい、このコーナーはですね、私が与えられたお題に沿って3分間即興で演技を芝居する、ん、芝居を演技する、ん、うん、3分間即興芝居を演じる演じますということで、はい、それが大事です。え、ぶっちゃけこのコーナーどうですか。え、もうなんか皆さん本当に楽しそうに、なんかもうそらちゃんのコーナー絶対続くわとかね、まあ、言われたことはないんですが、そう思ってくれてるんじゃないかと手応えを感じております。はい、見る分にはとても楽しい、とても楽しい。え、正直さ、おまじないどっちがいい。あ、いや、もうそれはもう、いや、ほんとどっちもやりたくて仕方ないです、ほんとにもう比べられないと比べられないと、なんかでもそうですね、あの体力を使うのはこっち、あの今の方なんですけど、あのおまじないはやっぱサボったってバレるじゃないですか。あ、もう認めるんですね。ちょっとそれはそうだよね。確かに体力は使うんですがっていう難しいところでございます。どっちも即興だよね。そうですね、感じで真面目に頑張ります。はい、では今回そらちゃんの相手役を演じるのは誰ですか。あの、ちょっと君ちゃんにしようかなって思ってたんですけど、お、今日はハリマにしようかな。あら、いいじゃないですか。いいじゃないですか。ラジハ、ちょっとそう、君ちゃんちょっとさっきの小島よしおさんでちょっとなんか大変なことになったからやめとこうかなと思って。なるほど。ちょっと心に傷を負ったから、なるほど。一回休まそうかなと思って。それではね、今回の2人のシチュエーションをメンバーに即興で決めてもらいたいと思います。では今回誰にします。じゃあ、じゃあ君ちゃんが決めて。やけど。じゃあ、はい、ね、はい、どこ、いつ、どこで大丈夫ですか。これ結構大丈夫ですか。分かんだ。じゃあ犬と猫が、ねえ、ちょっと大丈夫、人間じゃない、ね、人間じゃなくてちょっと飛びます。犬と猫がなんか新しいお家に来て人見知り発揮してる場合みたいな。ねえ、ちょっと待って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 、まあまあ、バラエティー班だからさ、ね、バラエティー班いけるよね。そうすると思うよ、うん、できないってことないでしょ。そうだよ、バラエティー班だから。そうよね。はい、いただいてみよう。頑張って。おい、君らはいかあ、5体ぐらいちゃんと考えてくれ。選んだのが悪いんだよ。ねえ、ちょっとバカーン。何でしたっけ。え、犬、どっちがいる。じゃあ、私犬にします。じゃあ、私猫ね。猫は、はい、そう、怖い。ではね、キミちゃんからいただいたお題、はい、犬と猫が新しいやってきて人見知りしている演技を3分間即興芝居で。これやめさ、かわいくなんないじゃん、この2人だから。これ、のっちゃんとさ、あ、ほんと言わない。塚本ドラマティックシアター開演。ちゃんと久しぶりマウントで行こうか。あ、ここが新しい家にょ。ちょっと緊張するけど、あ、まあまあまあ、あの、まあ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 、ちょっと森立ち、あの、僕今日家からやってきたんです。どこの家から来たの。飼い主がいなくて今日拾ってもらったのだ。すごい仲良くしてくれませんか。ちょっとごめん。
ません、あのすいません、あのすごい仲良くしてほしいなって思ってるんですけど、飛びません椅子がなくなった。そうなんですよ。何なの、お見合いなの、お見合いなの。あのちょっと静電気が。ご趣味なんですか。趣味いや趣味ははい、爪を研ぐことなんですけど。爪を研ぐことですか。あと2分ぐらいあるよ。はい、私はですね、そうですね、あなたの顔を見ることが趣味です。はい、ちょっとまだ距離があるんですか。心の距離ですか。そうです。なんでですか。ちょっとあなたがグイグイ来すぎてちょっと引いちゃうんです。あー、確かに。あのお伺いしたいことがあるんですが、何でしょう。あのこのお家ってあのどんな感じですか。あのすいません、あのお友達になってほしいんです。あ、ごめんなさい、私も実はノラだったんです。ノラだったんですか。ノラだったんです。悲しいこと。キラのノラ、キラのノラ、キラのノラです。ってなんでやねん。人見知りなんです僕。今日家にやってきて人見知りしてるんです。人見知りの割にはめっちゃ来るやん。私もなんです。私も人見知りなんです。ルーは一緒じゃないですか。確かに。そうです。僕は、あなたのその前歯と、はい、が好きですよ。他見つからなかったんですか。見つかれてた。見つかったね、途中で。私実は猫界のアイドルなんですけど、それだけしか見つからないですか。野良猫界が結構人気だったんです。まあいろいろ寄ってきたんですけど、あなたはそう言って見つからないですか。いや、すごいそういうなんかところとかすごいいいと思う。あれ、じゃあ私が今度言うね。はい、あなたはちょっと、あと10秒、まあ、頑張って。落ちがない。私はあなたのことに一目惚れしました。だから結婚してください。ぐー、わしはかわいい。これさ、最後さ絶対イエスホーリーラブで終わる。ねえ、わしも思った絶対やると思った。やると思った。違う、なんかもうちょっとね、途中からなんかもう私今何してるんだろうって思って。なんか現実世界に戻っちゃったの一回で、なんかもうちょっとなんかバカみたいな気持ちでできればよかった。ちょっとこれ相談ね、ちょっと。何何何、ちょっと途中で現実世界に戻っちゃった。公開反省会ということですね。すごいね、私すっごい今反省してるんです。なんか途中でなんか私何やってんだろうと思って、なんか考えすぎちゃったら何を言ったらいいのかと思ってすごい考えすぎてしまって、あのすごいなんかもう助けてって感じです。やばい。まあこれはもう次回に、そうですね、次回に期待しましょう皆さん。はいはい、じゃあみんなね、結構見てる方は面白いじゃん。こっちはね、面白いの。来週も楽しみにしております。以上、塚本ドラマティックシアターでした。イエーイ。ここからはどんなトークが飛び出すかは箱のくじを引いてからのお楽しみ。せーの、はじろけのまるまるな話。このコーナーははちみつロケットがあらゆるトークテーマに従って面白フリートークをしちゃうコーナーです。トークテーマはお題ボックスから引いて決まります。それでは〇〇の話、最初のお題引いてみましょう。はい、じゃあ大丈夫ですか。じゃあ張ります。ちょっと肩が首がなくなってるね。伸ばすさらちゃん、ちょっけ。わー、ちょっともう、はい、ちょっともうやだなこれ。はりまはりまなんだよ、もう、はい、じゃあ、違うよね。はい、どうぞ。なんだ、なんだ、細かいな、折りが。はい、憧れのなりたい芸能人の顔の話。おー、これは結構みんな言ってるようなもんですよね。そうですよね、ほぼほぼみんな言ってるよね。なんかさ、言ってるっていうか、似てるってさ、似てるって言って、なんかちょっと勘違いしてるだけか。勘違いしてる。ここら辺とか勘違いしてる。勘違いマンだよね。勘違いしてるよね。そんなことないよね。そんなことない。え、ちょっと私今心に気づいた。ごめん、ちょっとめちゃいけなかったね。心に気づいてんだよ。ごめんよ。ごめんね、ごめんね。このお題書いたキミちゃんは誰になりたいの。キミのは、いい、ガチで言っていい。いいよ。深田恭子さん。あー、いい。かわいい。ほんと深田恭子さんになりたい。どう
したの？よく言ってるよね。どうしたの？そのポーズ。かわいくない？かわいい。絶対かわいいよね。うん、知らない。なんかもう本当あれになれたらすごい、なんかバラ色になりそう。人生バラ色になりそう。人生がね。え、みふちゃんは誰になりたい？私、高木れにさん。おー、うまい。そう。ね、あの、本当に、はい、事務所に入る前からずっとなんですよ。あ、そうなんだ。そう。ずっと好きなの。うん。あの、パパにおすすめしてもらって、ももクロさんの動画を見たんですよ。うん、極楽門の時のワニとシャンプーだったかな。うん、その時に、あ、この子かわいいねって言ったのがレニちゃんで、レニちゃんで、そっからずっと憧れの人です。あ、そう。私もね、実はアーリーになりたいなって思ってるんです。あれ本当ですか？そうなんです。生まれた時から尊敬してて、一番最初会った時に「ももクロで誰推しなんですか？」って聞いたら「赤い人」って言ってましたよね。名前も覚えてなかったですよ。いや、大丈夫ですよね。いや、違うんですよ。やっぱり入りたてでやっぱちょっと緊張してて、あの、緊張したら忘れちゃうんですか？いや、違うんですよ、違うんですいや、なんかやっぱり緊張してて、いや、尊敬してるんですけど、ま、やっぱりちょっと自分をさらけ出すのってやっぱり、実は本当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 は橋本環奈だったの。ほら、橋本環奈だったらもうバラ色ですよね。そんな千年に一人とかもう言われちゃいたいよね。校長先生とかにも表彰されてみたいもん。顔で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 やっぱりそうだね。やっぱサトミンはでも、もう似てるから、サトミンには。でもサトミンがなりたい顔は、サトミンがなりたい顔は、うん、今正解を探してるんです今。ちょっと何が面白いか探してるんです。何が面白いか。じゃあ先に花山さん行こう。花山、うん、無理花山さん普通、この流れ、うん、私はでもずっと北川景子さんが好きです。事務所の先輩でもある。綺麗ですよね。大好きなんですよ。そのセーラームーンを見てね、うん、好きだったんですよ。わかります、この気持ち。なんで私だから私セーラームーン見てなかった。なんで見てないの。セーラームーン時代じゃないから。ねえ、セーラームーンじゃなくて嘘でしょ。だから、ね、私もメリキュア。ねえ、なんでだよ。ダメこうやってさ、ジェネレーションギャップ出してくれるから、ね、本当に嫌だよね。めっちゃプリキュアだよ、みんな。黄色のプリキュアって大抵可愛いよね。あ、なんで。嘘。だって、いや、今、うん、分かった。ごめんね、はい。プリキュアも可愛い。はい、ちゃんは。私ね、あの、佐々木希さんになりたい。なんか、あ、私もみたいな。違う、私この前、たまたま撮影してるの見たの。マジで、本当になんか寝て起きて佐々木希になってないかなって思いながら毎日生きてる。すごい。かわいいっす。かわいいっす。めっちゃいいよね。こんなんだったんです。かわいいよね。うん。CM 見てこんな憧れをね。憧れがたくさんありますね。ありますね。じゃあ、次、もう一個ぐらい行ってみますか。行きますか。はい。ちょっと佐々木は、行きましょう。調子直ってから。調子直ってからにしようか。ちょっと本当にちょっともう本当ごま粒です私の。それは瞳だけにしてる。ちょっと瞳だけです。どう？あ、好き。はい。行きます。好きな動物の話。おお。いいね。いいじゃないですか。すごい。今日海野の台が動物は。わしはハリネズミだな。マジで。あ、ハリネズミ。飼ってる動物って本当に好きになるよね。本当になる。それ出来合い。そうだもんね。みふちゃん猫が好きだもんね。あの、もともとワンちゃん好きだったんですよ。そうなの？惜しい。実は、そう。でも、猫ちゃん飼い始めて、猫ちゃんって可愛いって思って、それで猫が大好きになったんです。だから一番最初にママに買ってもらったぬいぐるみもワンちゃんなんですよ。あ、私も。なんだ。実は。でも今本当に猫ちゃん大好きです。うん、私も猫好き。で、ハリマイ。私、シャンシャン。パンダ？パンダちゃん。シャンシャン。シャンシャン可愛くない？可愛い。シャンシャン、だって動いただけで、あっあっってみんなこうやって携帯撮るんだよ。
携帯で撮られたいの、ハリポタ憧れだよね。あ、でも憧れなんだ。パンダになりたい。パンダになりたい。パンダって寝てても可愛いって言われるじゃん。そうだね、寝てたら NG になっちゃうもん。寝てたら NG だよ。ハリポタ NG だったから。そうね、TV 撮影的にもシャンシャン可愛いよね。じゃあそっちゃんは、ちょっと待って、私はそうだな、世界探してる、世界探してる、で、見つかっちゃう。好きな動物は好きな、そう、好きな動物、普通に答えよう。面白さもバラエティー班じゃないですか。あの、大丈夫、いいよ、大丈夫、正解は大丈夫、普通に好きなの、普通に好きなの、普通に好きなのは、カメとか、カメとか、カメとか、若干狙ってきちゃう。カメさん、カメそんな好きじゃない。ね、わかんない、普通に犬が好きです、犬が好きです、はい。もう、犬はもう、かわかに。しばらくちょっと休暇もらいたいわ。いや、ちょっと一瞬の旅した。滑り休暇って。滑り休暇。滑り好きなコーナー。滑り休暇っつって、しばらくなる。しばらくね。滑り舞う。滑り舞う。キミちゃんは？キミちゃんはタヌキ飼いたいの。あ、かわいい。かわいいよ。え、タヌキが飼いたいって調べたの。タヌキ調べたら、タヌキって売ってないんだって。でもなんか法律的になんか捕まえて飼うのはいいらしいの。じゃあうちの地元嫌いよ、いる。え、待って待って、私の地元にもいるんだけど。みんなどこだ。なんか大丈夫、森とかに住んでる。やばいっすよ。違う、普通に子連れで歩ってるんだって。でもなんかさ、赤ちゃんから飼いたいじゃん、飼うなら。なんか懐いてもらいたいから。でも赤ちゃんってさすがにさ、なんかしかもなんか取るなんてすごい怖いじゃん。親子で、親子で持ってけばいいじゃん。だから諦めてキツネ飼おうって思ったの。いや、諦めキツネってやばい。どういうこと。どういう諦め。キツネなら売ってるんですよ。え、でも可愛いよね、キツネ。そう、だから将来キツネ飼おうかなって思ってる。おー、いいね。そう、キツネ散歩する時期が。散歩？キツネって散歩？キツネ？どう首をつけて散歩？え、見たことないよ。こういうふうに持って散歩じゃない？持ってんの？今日のハチロケやばいな。やばいな。話に集中がつく。やばいやばい。ね、マリリンのね、存在のマリリンをね、感じますね。美味しくなってきちゃいましたね。はい、今日はね、お時間が近づいてきたので、はい、以上、ハチロケのまるまるな話、イエーイ。さあ、それでは最後のコーナーに行きましょう。はい、私、みんな大好き、花山翔の炭水化物占い、イエーイ。待ってました。待ってた。じゃあ、久しぶりですよね、1週間空いたんで。はい、じゃあ、この今からあげる3つの炭水化物のうちから皆さん好きなのを選んでください。はい、はい、A はたこ焼き。あー、おいしいよね。いいっすよね。 B はマヨコーンピザ。あー、いいよね。マヨネーズね、おいしいよね。 C はエビピラフ。あー、いいよね。いいよね。いいよね。ちょっとハリマ今日うざいね。みんな決めましたか？はい、はい、はい。たこ焼き、 A たこ焼き、 B マヨコーンピザ、 C エビフライ。決めました。エビピラフ、間違えた。決めました。じゃあ A のか、 A のたこ焼きの方。はい、多いですね。多い、多いね。お、 B のマヨコーンピザの方。はい、わしやけや。おー、しらけね。はい、ちょっと触れないでさ、気づいた。ごめんごめんごめん、しばらく地味になんか、ちょ、ごめんごめんごめん、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 ごめんごめん。じゃあ C のエビピラフの方。はぁ、あ、ハリマ、レーナはダメですね。怖いですね。じゃあ早速ですが、今週の2位を発表したいと思います。じゃが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 じゃん、マヨコーンピザ。わぁ、かもなく不可もなく。ごめんごめんって、滑りみたいな、もう滑ったみたいな。大丈夫大丈夫。じゃあ早速第1位を発表したいと思います。じゃがじゃがじゃがじゃんじゃん、たこ焼き。イエーイ。もうものすごく今ね、私はね、自分でたこ焼きを作りたいんですよ。粉も食べたい。で、自分でちゃんと手作りでやりたい気分だったんです。はい、だからね、多分ね、どうせどっかブログとかで言うと思う。私本当にたこ焼き作る、多分。じゃあ私のために作って。ごめん、無理。はい、というわけで皆さん、ごめんね。エビピラフを選んだあなた、3位なんです。でもね、大丈夫なんです。今週は本当に大丈夫なんです。マジか。大丈夫なんです。なんで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 、気になる。なんでなんで、なんと、花山翔インスタグラム始めます。おお、みんなこれをフォローしたらね、エビフライ選んだとして、エビピラフ選んでもね、全然大丈夫だから。さっきから間違えてるけど大丈夫。そういうもん。
ください。フォローしてくださったらもう明日も明後日もし明後日ももう永遠に幸せです。ずるいな、ね、だからみんな花山志保花山オフィシャルフォローしてください。お願いします。花宮香菜のインスタグラムもお願いします。お願いします。あれかな、インスタグラムにたこ焼き乗るのかな。あ、乗っちゃうかもね。作っちゃった作っちゃった。じゃあフォローお願いします。さてさて、早いものでもう8時が過ぎていますね。はい、過ぎています。過ぎています。はい、はい、それでは恒例の MC 当番を決めたいと思います。いつものようにトランプで決めましょう。はい、じゃあ今週はみふちゃん何番にしますか。はい、やっぱりね、明日告白女子が公開配信ということなので、みふ番でお願いします。2と3ですね。はい、みふ2が MC で3が告知で、みふちゃんに聞いた時2と3以外が出たことない。なんか知らない。あと付けをつけて2と3になるね。2と3です。みふさあ、もうすぎちゃった。アニマのせいで、今ちょっと。アニマのみんな引いちゃって。アニマ怖い。青くない。口はないよ。じゃじゃ、あ、そっか、MC だ。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。アニマが告知当番。そっか。アニマはそうだ、そうだ。さて。おー。来週の MC 当番はそらちゃんに決まりました。頑張ってください。頑張って、はい、頑張って挽回挽回、はい、それでは今週は8時過ぎちゃったんですけど、ここまでです。今週も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。来週もぜひ見てください。はい、さあ最後にね、全員でいきましょう。はい、はちみつロケットの8時まで8ロケドーン。また来週。バイバイ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 。みんなフォローしてね。みんなフォローしてね。お願いします。お願いします。めっちゃ必死。いきなりね、必死。ずっと前から好きでした。でした。